電波あるけど始まりました始まりました、ね。一応電波悪いけどあんまりご感があったら多分大丈夫やと思うね。はい、一応まだすみませんこれ僕一公開、はい、あのお世話になったギガなんですよだって山ちゃん磨きたいよから磨き、ね、たがあるからそうですねね、はい、一応だったかなライブ始まってますねはい始まってますお疲れ様です山ちゃんごめんな俺がい 一公開ちょっとお世話になったギガのタンク磨いてくれて <laughs> やっぱちょっと電波悪すぎやわ山ちゃんパンチパンは電波吸ってんじゃん <laughs> <laughs> パンチパンもやばいってそれ <laughs> えっとコメントがどこまで読んだかなちょっと待ってよえっとれとれチャンネルさんペーパーかけなはれペーパーだいぶだいぶ綺麗になってきたけどなですよこれ一回試したいことあるんですけど何ですかいいよいいよ試してよ好きなだけ。 電波が続く限り、限り。ええ、綾香さん、いこ飛ばし、いや、いこ飛ばしてないで。これで、うん。ダイレクトにここ磨く。ちょっとここ。やりますね。ゆうたこれあれ、ジェットの仕上げ材の方で、ダイレクトに磨いてるんですね。ダイレクトに磨はい、えー、っと。時本さん、お疲れ様です。さあ、やさん、こんにちは。さあや、こんにちは。とれたチャンネルさん、にこ飛ばし。<laughs> もう、ひどい時、10個ぐらい飛ばすけどな。<laughs> ごめんやで本邦たんお疲れ様ですみんな何やけさんお疲かれさですね今日たんすきさんと合流する予定やってんけどみんなともうこの天気やろ<う>あれ向こう晴れてるって言うとたけどちょっと雨やったな朝からな、ね、なあミックさんこんにちはってくれてるミックさんってあれやない,いつも休みの日釣りしてるか飲んでるかどっちかやな,な釣り <laughs> 釣りか飲んでるかこの前なミックさんの,あのツイッター見てんけどな魚なんか口から血だらけやったで、ね。 そうだもんな。魚釣りってあんなの。俺釣りあえながあかんねあんな釣り針を口から取るも苦手やねん。ただこうもう首ボギー取って血抜くんで。可哀想や。ええ本舗業者この声はエヌちゃんって書いてるわ。エヌちゃん。はい。ツイキャスのエヌさんですね。いやユーチューブライブの。あユーチューブライブのエヌさんですね。今回はユーチューブ見ましたよ。ありがとうございます。はい画像綺麗でした。やっぱあれ設定の仕方僕も教えてくださいよ。僕も僕もコンピューター積みますわ。コンピューターね。コンピューター。 あとカメラ何買ったいいんですか？ウェブカメラで十万。ウェブカメラあれ一個なんもするんですか？一万円。あれ？あの安っぽいやつ？そうそう。えめっちゃ安っぽいやつやったよヤメちゃんの。はい。一万もするの？一万ちょいぐらいです。一個？えぐいな。あれ YouTube あれライブ面白かったね。酒井氏に入ってごめんなさいとか言ったやんか。入っちゃってごめんなさい言うて。あれ面白かった。ありました。え何が？下磨きいらないです。下磨きいらない。 いらないです。明らかにいらないとますもん。明らかにいらさん台風大じゃ大丈夫ですか？あの台風ね、まあみんなと同じように台風ちょっとあの僕もあったんやけど、なんとか新潟は逃げるで。知ってる？見てます。会社で見てました。あ。ああ、いや、いや、じゃあ事務所で見とった？事務所で見とった。あ、ナモストさんランデブーして、うわここ曲がるんや。そうな。 かっった瞬間ら通なほんでうわどうしようかなと思ってほんでもう藤川さんと出かとって藤川さんが「もうとりあえず行けるだけ行きなはれ」ってなって、うん、ほんで群馬の友達がおったらしくて、うん、ほんで群馬の友達にも聞いてくれたら、うん、まあ封鎖してないし行けるだけ行って赤ん塊諦めようかってなって、うん、もう赤んになったら諦めようと思ってったら、うん、長岡まで行けて。 ほんで、長岡まで行けてほんで新潟県内で430とってん。430とってほんです次さんとちょっと喋っとってほんで「いやもうちょっと走りますわ」って言なてかここにおったらなんかあったら嫌やからとりあえず富山だけ越えたいねんって話しとってんやんか富山だけ越えたいって言って小矢部川まで行ってんか正解あれ朝日まですごいとになってん朝日びっくりしたよかった思ってそういうなんだけ引き強いやろこれいつも思うねんけどまあねなんとか台風から帰ってきてね僕なんで帰ってきたんで帰ってきたんすか いや、散髪とか行きたいから昨日だ。あれ、昨日、朝9時頃にはもう、車庫帰ってきてやんか。うん、9時頃車庫帰ってきて、ほんで今日何しようかなと思って。まずコインランドリー。まずコインランドリー行きたい。うん。あとほんで散髪行きたいと。ほんで、歯医者は、ちょっとあの、行けそうやったら、あの、行っていいですかって言ったら、待ってもらってもいいんやったら、まあいいですよってなってなっだんけど、ちょっと歯医者行かれへんったけど。ほんで、コーリアンのパパスママスっていう散髪屋さん行って、知ってる知らん。パパスに行って散髪、ほんなら、 受付19番で、ね、<laughs> 仕事じゃないんやから <laughs> もう勘弁して言うて <laughs> 受付19番ほんでその時なまだ7番ぐらいの人が散髪しとったからちょっとしたら「8番のふだん番号だの方」って言われて、はい、ほんでまだ8番やんと思って「はいはい、俺もう重くそ寝てもとった」って <laughs> 座って。 マッツン好きです <laughs> もう運転手はマッツンが好きやかな、うんうん、待ってなんぼはいこれねえっ、ー、と僕今日一公郊だけ乗っ取ったギガなんです今山ちゃんこんな感じで磨いてます、はい、えっとこのギガはあれですね山ちゃんドライバー募集してます <laughs> 本場春也さん磨きがいのあるタンクですねって書いてるほんまにこれは磨きがいがあるな、ね、ナイスガイが磨きがいのあるタンクを磨いてみたよ<ー>ガイみたいな感じ 最後かい <laughs>、でも三つ言いたかった、<laughs> えさあやさん、N の髪の毛、台風に巻,巻き込まれたんですね。もうこれさあやさん、あれやで、N ヌって呼び捨てやからな。<laughs> はい、<laughs> で、けいよう、台風巻き込まれた、それ、<laughs> え、大丈夫、ほんまに。<laughs> ここも台風の目がいっぱいあります。この辺、もう目、目だらけ。<laughs> 目がいっぱいです。はい。えー、本舗、はりやさん、皆さん、台風の被害大丈夫ですか。え、あ、みずさん、お疲れ様です。 今あの、もっとラグビーしてたっぽく見える山ちゃんにタンクを磨いてもらってます <laughs>。えっと。